はい、皆さんおはようございます。今日の毎日動画、ゆるゆる動画です。はい、今日は松原の、セブンイレブンに今いてます。で、8時間のね休息を、取ります。まあ、ツイッターの方には動画ね、短い動画1分2分のパパってこうね、いつもあったことをね上げてるんですけどね。まあ、ツイッター見てない方もね、おられるということでですね、今ちょっと画面ブレてた、ごめんな。今日手持ちなんでごめんなさいね。はい、今日の、ご飯を紹介します。テレテレテレーン、バナナ、はい、栄養がありますよね。それから宮田大好きのポテトサラダ、はい。そして最近こっちのヘルシア買ってるんですよ。あの、内臓脂肪を減らすのにあのカテキン540入ってるんですけど、どうやら聞いたところによると、まあ男の子はあの、まあ、ダイエットするときにですね、この内臓脂肪っていう方があの男の子は多いようです。はい。で、一応安いんで、セブンイレブンの緑茶を買っています。ね、ここ下にも書いてます。体脂肪を減らす。はい、もう常に僕はもうお茶はこれですね。で、今日のメインはこれです。ちょっと添加素入ってるんですけどね。めっちゃお腹減ったんで、大盛りぶっかけ、うどんじゃなくて蕎麦です。これ出たんですよね。大盛り冷やしぶっかけうどんっていうのはありますけど、これ蕎麦って見つけました。はい。天かすちょっと入りすぎやけどな。うん。これをいただいていきたいと思います。で、まあ、あの、いつもの大好きなこのコーヒーですね。極みのコーヒー。ね。コーヒーは飲みたいです。はい。ね、今のところね、あの、キープしてね、あの、体重は、まあ、もともと 66.7 まで太って、ほんで、あれなんですよ。元、もう痩せてる腹筋が8個に割れてる時は、57キロやったんですよ。ほんで、まあ、もう、まあ、YouTube やったり、こう、食べるのんとか、もう、バクバクとか、ね、ペヤングの焼きそば2000何カロリーとかね、あんなバクバクやっとったら、めっちゃ太りましたね。で、まあ、66.7キロになって、そこから、まあ、5キロ痩せて、まあ、60、なんぼや、67から5引いたら、62キロか、62キロになったんですけど、今現在は61キロです。はい、をキープしております。健康診断でも61キロでした。はい、ダイエットはとりあえず今のところ成功です。あとは体をね、あの、絞っていって、ちょっと筋トレして、もうね、8月に向けてね、ビシッと鍛えて、海でも行こうかなと。まあ、日焼けしたくないからちょっと海もちょっとあれなんですけど、うん。変わってるよね。筋トレしてパッと言って、こうムキムキでパッて体を見せたいけど、日には焼けたくないって。ね、もうそこが男の子なのか女の子なのか。はい、両生類です。はい、両方です。はいはい、ということでね、皆さん暑いですからね、あの、熱中症には気をつけて、あの、水分補給をしっかりとして、あと雨、塩雨とか舐めてるといいですね。こないだ、あの、パーキングでお会いしたタイさんがあのくれた塩飴も全部食べちゃいました。ありがとうございます。ほんで、こないだめぐみちゃんがくれたね、このピーン冷却ね、これめっちゃ効くんよ、汗。これもうぬるなってるから、こんなん効くんかなと思って、ピッてこう拭いたら、もう痛いぐらい、ヒリヒリするのよ。なんかやけどしたみたいに、ヒリヒリして痛い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 ってなるの。痛い痛い痛いってなるんやけども、汗は引きます。めぐみちゃん、ありがとうございます。はい、よっしゃー。そしたらね、僕は今からね、ご飯を食べたいと思います。はい、皆さん、またね、YouTube、これご飯食べ終わったら、編集していきます。あ、この動画ちゃいますよ。これは毎日動画なんで、ノー編集でパンってあげるんで、ノー編集であげますんで、Twitter のちょっと気持ち長い版の動画、毎日新聞みたいな感じで思ってくれたらいいと思います。はい。メインの方はね、YouTube 今からね、ご飯食べ終わったら編集して、また今日中にね、アップロードしようかなって思ってますんで、またそちらの方も、ご視聴よろしくお願いします。そして、高評価ボタン、グッドボタンを押して、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい。ということで、今日の毎日動画は、宮田松原からでした。セブンイレブンですよ。はい。はい。じゃあね、またね、次の動画もお楽しみに。バイバイ。